皆さんこんにちは。ちびたです。7月21日発売予定、信長の野望最新作。信長の野望新生の紹介をしたいと思います。本日は戦略システムについて確認していくよ。戦略システム全体のキャッチコピーはこちら。自分だけの戦略を展開せよ。政策と特性。大名家の政策と武将が持つ特性が富国強兵の要。政策のレベルアップや、上司とそれを補佐する武将たちの特性で勢力の特色が大きく変化する。人材、資金、時間を戦略的に活用し、理想の勢力を作り上げろ。ということで、本作の戦略システムの肝は政策と特性です。ここからはそんな政策と特性が肝となる戦略システムの詳細を掘り下げて説明していきます。富国強兵の要となる、政策。大名は政策を実行する権限を持つ。政策は、内政や人材、合戦など、その効果は多方面に及び、勢力全体に影響する点が大きな特徴である。中には勢力の個性が色濃く反映された。特定の大名家専用の政策も存在する。どの政策をどの順番に行うかで、勢力強化の方向性が大きく変化する。勢力の長所や短所、周囲の状況をよく把握した上で、政策の実施は慎重かつ大胆に行いたい。前作でいうところの方策にあたる機能でしょうか？今作ではそれぞれの政策をレベルアップしていく形式のようですね。勢力の方針、政策について、勢力全体に大きな影響を与える政策を発令して、勢力の大幅な強化を図ろう。政策の発令には安定した財力と威信が必要となるので、適切な政策を効果的なタイミングで発令することが重要となる。どの政策を選択するかは大名であるあなた次第。選択次第では強大な勢力に対抗することができる。威信というキーワードが出てきたね。溜まった威信を消費する形で強化するのか？それとも勢力のパラメーター的なもので成長していき、それを分配する形で発令するのか？気になるところですね。どのようにしてこの威信を獲得できるのかも気になります。武将たちの特性。武将の持つ特性の効果は内政や軍事など多岐にわたる。例えば、軍事系の特性を持った武将を多数出陣させることで、数的不利を跳ね返すことも可能だ。城攻めに有利な気づき上、特殊な跳躍が可能になる策謀など、様々な特性を集めることで状況に適した部隊編成もできる。多彩な特性を持った武将を従え、使いこなし、その名を天下に轟かせろ。信長の野望の一つの楽しみでもある、それぞれの武将の特性。自分の好きな武将に固有の特性がないか気になったり、今作からの新しい特性もあるようなので、武将のイメージが変わるきっかけにもなり得ますね。家臣の個性、領地に関連した特性。特性には軍の統治に有効な一所懸命や災害から領地を守る防災、城の耐久回復を早める修繕のほか、城主の時配下武将の忠誠が上昇する人たらしや生命などがある。気候とうまく組み合わせることで領国経営はさらに奥深さを増す。内政編でも説明した通り、各武将のステータスの面でも領地に配置する組み合わせが重要になるんだけど、それだけでなく特性も考慮する必要があると。こだわると領地への配置だけで時間があっという間に過ぎていってしまいそう。いかがだったでしょうか。信長の野望の面白さの奥行きとなる戦略システム。じっくりと戦略を考えたり、延々と武将の個性を眺めたり、時間泥棒でもあるシステムですね。ここまで前5回にわたり信長の野望新生のシステムを紹介してきました。まだ見ていない動画がありましたらぜひご視聴お願いします。また、発売までに追加情報が出た場合は改めてその部分を紹介したいと思います。次回は今作から新イラストとなった武将たちの顔グラの歴史を紹介しますのでお楽しみに。チャンネル登録・高評価、コメントもよろしくねー。